どうもこんにちは、タイガーです。今日なんですけど、元ねドイツでプロサッカー選手としてプレーして、あのシャルケにもね入団した松永翔平選手に、ちょっとお話を聞きたいと思って、対談を今日はしていきたいと思います。まずシャルケに入ったと思うんですけど、どのような経緯でその日本からいきなりそのシャルケに入るっていう、なんか経歴聞いただけでもなんかめちゃくちゃ、なんかどういうことが起こったのかっていう、その間の経緯がめちゃくちゃ興味があるんですけど、はいはい、そうですね、まずどうやってドイツに渡ったかっていうところからちょっと知れたらありがたいですね。まずあの高校卒業して、はい、で大学に1年行ったんだけど、はい、そこでまあサッカーにこう集中できる環境じゃなくて、はい、まあ、先輩がこう、まあ、みんな就職していく中 で、うん、で僕たちはあの1年生でプロサッカー選手になりたい、その温度差の中でなかなかこう集中できなくて、自分がここで4年間過ごした後にサッカー選手になるっていうイメージが湧かなくて、うん、サッカーをやめようとした時に、まあ、親があのアレマニア・アーヘンってチームが日本でセレクションをやるよっていうようなことをネットから探してきて、はい、それに応募したんですね。なるほど。でそこで規定の人数が集まらなくて、その開催がなくなって、はい、でも書類審査で、はい、あの通ればドイツに直接行って試験が受けられるっていうことで、その書類審査を通って、まあ、ドイツに行ったのがきっかけです。ちなみにそのアルマニア杯っていうのは僕がユースでプレーしたチームで、たまたまそこでもちょっとつながっているんですけど、どこからそのアルマニア杯からどうやってそのシャルケにつながったかっていうのがちょっと聞きたくて、そのアーヘンに練習参加してる時に、はい、まあ、なかなかこういい活躍ができて契約してくれるっていう流れになったんだけど、うん、はい、その当時はそのアーヘンはブンデスリーガの3部でしたか、2部、2部だったと。あ、なるほど。思います、はい、それで、まあ、その時にでも金額面でなかなかこう、はい、自分一人で生活できるっていう金額の提示じゃなかったから、はい、ちょっとそれだとっていうので悩んでた時に、はいはい、まあ、そのシャルケのスカウトの人がたまたま見てて、自分のエージェントを通じてうちにちょっと1ヶ月間練習参加してみないかっていうことでシャルケの練習に参加して、はい、でそこでも結構いい、まあ、結果を残せていくか、いいアピールができて、はい、契約ができたっていう流れでした。契約は2年間契約2年間なるほど。ちなみにそのシャルケの、U23 でプロ契約をしたと思うんですけど、その2年間の日々ってどんな感じだったんですか？プロ生活になると思うんですけど。いやもうなんか自分が一番初めてにプロになった場所だったんで、とにかく毎日刺激的だったし、まあ、逆に言うともう本当目の前のことに精一杯で、とにかく毎日に全力だったから、なんかこれが印象的っていうのは特になくて、初めてのプロ生活はドイツでスタートしたっていう。ちなみにその僕は、ユース時代からそのドイツプレーしてて、5年間ユースのアンダー U17 から U19 でアマチュアとかセミプロでもプレーしたんですけど、その日本とドイツのサッカーの部分でやっぱ違いを感じることだったんですよね。でもそのプロにはなってないので、ドイツでそのプロ、例えば大学、日本の大学ももちろんレベルが高いと思うんですけど、そこからそのドイツのプロに移り変わったということで、どういう部分でその差を感じたとか、なんか全くこのサッカー感が違うなって思ったりしたことなんかありましたかね、そのシャルケに入ってみて。まあ、同じサッカーだったんだけど、なんかとにかくその教え方とか、同じスポーツなのに違うスポーツをしてるというか、なんだろうな、まあ本当に各々のポジションでみんな違う突出したものを持ってるし、まあ、ああいうでかい中に日本人がポッとちっちゃい選手が入ると、はい、まあ、それだけで目立つし、まあ、だから違いを埋める、はい、埋めたっていうことが、まあ、そのプロになれたっていうことだったんで、はい、まあ、僕もそうですけど、ストリート
静岡県内でも別にエリートだったわけじゃないし、それでもプロサッカー選手になれたってことは、はい、まあ、何か一つ自分の武器を持っていれば、なんかプロになれる可能性がすごいあるのかなっていう感じました。ちなみにそのサイドのハーフでプレーされたと思うんですけど、例えば日本のサイドハーフだったらなんか中絞ってサイドバックを上がらせるとか、もう割となんかサイドハーフがなんかこれをしなきゃいけないってプレーを要求されることないと思うんですけど、そのドイツでサイドハーフとかするときってどういうことが求められたりその評価されるのかなと思って、なんかすごい細かいことを言われたってイメージがなくて、はい、結構やっぱグラウンドに入ると自由で、まあ、本当に戦うところだけをやっていれば、はい、本当こと細かく指示を受けた記憶がない。結構じゃあもうドリブルで抜くこととかゴールを決めるとか、まあ、アシストとかそういう目に見える活躍がどちらかというと重要で、うん、そうだね。じゃあみんながそのシャルケ時代とかってなんか一緒にプレーしてみてそのこの選手すごいなと思ったり、なんか衝撃を受けた選手とかっていたりしましたね。まあやっぱそのラキティッチ、バルセロナにもいたイヴァン・ラキティッチ、はい、ノイヤー、あとジャーメイン・ジョーンズってあのアメリカ代表アメリカ、そうそう、あれがシャルケにいて、まあ、その時ドイツ代表にもちょっと行ってたんだけど、はい、その選手とかすごいなかったかな。じゃあラキティッチはどんな選手だったんですか？とにかくもうロングボールが正確で、なんか止める蹴るがすごいしっかりしてた選手だなというイメージ。はい、ノイアとかはもう一緒に試合に出たりしたってことですか？一緒に試合にも出たね。怪我して、怪我明けの時に頭蓋家の試合に来て。セーブがそのノイアとかってやっぱりすごいんですか？いやもうすごかったね。このここに打つシュートをそうやって止めるかとか、はい、もう練習とかでもやっぱすごかったね。本当にそれゴールだろってところも止めるみたいな。本当にそうだね。ちなみにそのセーブ以外でもそういうシュー、なんかパスとかなんかそういうノイアって足元とかも結構すごいと思うんですけど、そういう部分でもやっぱりここ違うなっていうところってあったりしたんですか？なんかキーパーにドリブルじゃないけど、まあ、よく相手をかわしたりしてるじゃん、その試合とかで見てて、あれは昔から。そうだね、昔からだね。まあ、自分が試合に出た時もそのコーナーキックの時に自分が背が小さいから、まあ、一番前にいて、でそのコーナーキックをそのままノイアがキャッチして自分に、まあ、ロングスローで投げてきたっていう試合があって、はい、それをハーフウェイラインを普通に投げて越えてくるからでも本当に衝撃だった、ね、しかもそれ正確に、もう正確にですね。僕は将来的にそのドイツのサッカー文化とかをちょっと日本に伝えたいなって思ってるんですね。まあ、僕はユースとかアマチュアとかでしかプレーしたことないんですけど、そういう、ユースとかアマチュアでもサッカーの愛され方がすごいなと思っていて、地域の人から、ね、愛されるチームの在り方っていうか、まあ、それがそのシャルケでプレーされてたってことなんで、なんかどういうことを感じたのかなとか聞いたけど、そのサッカー文化というか地域の人からどんな感じで支えられてるのかっていう部分にちょっと感じたことをお話し聞けたらなと思っているんですけど、まあ、練習とかでも、まあ、トップはもちろんセカンドチームにも、はい、あの見に来るお客さんもいるし、あと生活の部分でいうとその自分があの家を借りて住んでるところが、はい、地下に洗濯機をはい、置く場所だったのね。ドイツはそうですね。結構地下に。そうそう、はい。で、それでその洗濯機を買って置いた時に、なんかあの振動ですごい動いて、はいはい、なんか隣の洗濯機に当たったことがあったの。はい、で、なんか自分の部屋にドイツ人が来て、はい、なんかこれどういうことだみたいなすげえ怒ってきたんだけど、はい、その時に自分がそのシャルケのなんかサンダルを履いてたら。はいあシャルケのお前なんか好きなのかみたいになって、はい、好きじゃなくて一応シャルケでプレイしてるんだったら、あんなに怒ってたのにすごいそれから優しくしてくれるようになってその人がシャルケファンだったんです。それだけやっぱファンも多いし、はい、
シャルケってだけで、あ、こんなにコロッて変わるってことは、はい、まあ、相当好きなんだなと思ったし、そうですね、結構なんかその人が例えばどっかのチームのファンで、例えば見知らぬ人でもそのファンだって知ったらめっちゃ仲良くなったりっていうのは結構街中とかでも、なんかアイテムとか例えばグッズで帽子とか、ザンクトパリとかも被ってたらなんか、お前ザンクトパリファンなのかみたいな感じでも仲良くなったりとか、やっぱそのシャルケは地元で愛されてたチームだったっていうことですね。 U23 に所属してたと思うんですけど、その実際にトップチームとかに関わる機会ってあったりしたんですか？練習には何回か参加、まあ、何回かというか結構頻繁に参加したし、はい、まあ、練習試合には3回ぐらい行ったかな。なるほど。もう本当トッププレイヤーとプレーする機会が、はい、U23 もプロなので、その各国のアンダー世代の代表とかがいるレベルだとは思うんですけど、うん、まあ、そこですらすごいとは思うんですけど、うん、ブンデスリーンが1部2部ってなると、その選手たちとプレーしてどうなるのかなって。もうさっきもなんか言った通りで、はい、とにかくみんな特徴を持ってるよね、はい、なるほど。左サイドバックだったら、まあ、左利きで、はい、ものすごいいいボール上げられたりとか、まあ、サイドハーフだったら、はい、まあ、ゴリゴリ仕掛けてもう1対1は絶対負けないとかっていう選手だったりとか、はい、みんな各々本当にその特徴が違うから、個がはっきりしてるというか、そう、面白いんだよね。ちなみにその一部の選手とプレーしてみてるんですの、なんかもうこれはできないなと思ったのか、それとも周りがその上手すぎて逆にそのやりやすかったりなんか、どうなのかなと思って、もう各国のその A 代表レベルってやったことが僕ないんで、一緒にプレーしてどんな感じになるのかなと思って。一緒にプレーしてすごい楽だし、やっぱり気が利くというか、多分それが当たり前だから、自分がボールを受けた時も、はい、そのポジショニングもいいし、あ、もうサポートができるポジショニングみたいな、そうそう、だからミスが減るというか、はい、その人に預けとけば、はい、その人が何とかしてくれるし、だからどっちかというとやりやすかったかな。なるほど。ちなみにその松永選手がドイツにいた時って、あの活躍されてる日本人のブンデスリーガの選手とかっていたりしましたか、その人知って。俺がいた当時はもう小野伸二さん、はい、稲本さん、はい、あと大久保嘉人さんでしょ、長谷部さん、はい、まあ、ブンデスリーガだったらそれぐらいだったかな。試合も見に行ったりは何回か。そうだね、もう新次さんとかはもう家が近かったから、まあ、頻繁にもご飯も行ったし。最近はその松永選手がそのプレーした時代ってなかなかその日本人自体がいなかったと思うんですね、うん、まあ、アマチュアでもプロでもそうかもしれないんですけど、でも最近ってその、まあ、ドイツでサッカーしたい選手が、まあ、気軽にって言ったらちょっとおかしいんですけど、割と昔よりはその情報を簡単に集めれて、うん、挑戦がそのしやすくなった環境だと思うんですけど、そのドイツでプロサッカー選手になっているので、そのドイツでサッカーする上で大切なことってすごく聞きたいなと思って、うん、どういうことがその重要になるのかなと思ってちょっと聞きしたいですね。やっぱり一番はなんか球際で負けないってところ、はい、まあ、それは自分でも課題でもあったんだけど、とにかくこうガッチャンってなるときに、ね、俺も結構逃げてたんだけど、はい、やっぱそこドイツ人ってすごい重要視するじゃん。そうっすね、結構ユースとかで僕プレーしたんですけど、うん、結構日本でプレーしてた時ってなんか守備の仕方とかなんか割と飛び込んじゃいけないみたいな感じで、うん、例えば相手選手を待って待ってその相手の判断を遅らせて相手がミスったら取り行くみたいな教え方されてたんですけど、うん、まあ、ドイツのユースで僕がプレーしてた時ってもう一瞬でその選手に寄せてもうタックルしに行けみたいな、うん、でかわされたらもう後ろからスライディングして止めろみたいな感じの教え方だったんですけど、もう要は1対1に行けっていう感じの、ね、なんかもうとにかくその戦いに行って、はい、もうそれで負けたらもう別にしょうがないっていうとにかくなんかチャレンジしようっていう、それはやっぱりオフェンスとかでも一緒ってことですか。そうだね、例えば日本だったらなんか失ったらちょっと、うん、まあ、いけないというか失うことがあまり良くないことっていう、うん、まあ、感じというかそういう教え方があるとは思うんですけど、どちらかというとドイツはもうどんどんそのチャレンジしに行けみたいな、そうだね、プロでも一緒ってことですか。
だからやっぱり、ね、消極的なプレーしてるとそれこそ目立たないし、はい、うん、なんかチャレンジしたことに対してそんなにこう怒られたってイメージがなかったんで、まあ、球を失わないっていうよりも、はい、もうとにかくそのボール受けに行くにしても、はい、こう日本人ってやっぱりさミスとかするから怖がって受けに行かないとかあるじゃん。それは、はい、そういうところの考え方が本当に違かったかな。どちらかというとそのチャレンジしない方がなんか良くないというか、うん、結構じゃあドイツでサッカーをする上で大切なのは割とそのチャレンジとか勝負する、うん、でそこで、まあ、負けても勝ってもその特徴を自分の出すっていうことですよね。そうだね。だミスをしないっていう選手が別にあんまり評価されないと思う。ちなみにその語学面とかで大切な部分とかって感じますか？まあ、やっぱ話せないとね、もちろんコミュニケーション取れないし、はい、まあ、自分の場合はその家庭教師をつけてくれてたから、はい、まあ、勉強する機会はあったんだけど、はい、まあ、あと分からなくてもとにかくその選手に誘われたら遊び行ってたし、あ、それはめっちゃ重要ですね。なんか例えば僕が特にその僕の場合はサッカーだけじゃなくてそのドイツ人と生活する機会がユースから行ったのに長かったんですけど、うん、やっぱりそのドイツ人ってなんか言語が喋れる喋れないもあるんですけど、どちらかというとその伝えようと思う姿勢とか、まあ、ドイツ語をその学ぶ姿勢とかなんか好感というかそういうことするとなんか受け入れてくれる感じがするんですけど、あととにかくバカになることですね。なんかとにかく笑わせたら、はい、もう笑わせたもん勝ちというか、そしたらまあ向こうも話してくれるし、はい、そう向こうにやっぱ歩み寄るってことはすごい大事かな。この中ではあのシャルケの時代の話でした。すみません、ありがとうございました。